皆さんこんにちは。今回は、綾香の CBT との変更点4選です。ちなみに、下着に関しては広告消されてもあれなので割愛します。一つ目、スキルのくるくるがなくなりました。CBT ではご覧のように1回転してからスキルを打っているのですが、現在は、一周しません。その場で少しかがんでよいしょって感じです。続いて、ダッシュからの浮上モーション。CBT では、バンザーイって感じの浮上なのですが、現在は荒川静香もびっくりのスピンですね。バンザーイ、からくるって感じに変わりました。続いて、暗殺スキル。敵の HP が一定水準を下回ってるとき。しばらく近くで沈んでいるとワンパンできるみたいなやつだったはず。こちらは残念ながら現在は完全削除されておりますね。最後、多分綾香だけではない説が超高いのですが、待機状態の横揺れがゆっくりになったかな？気のせいかもしれませんが、CBT の方が大きく横に揺れてる気がする。綾香だけじゃなくてキャラ全体の調整な気はしますけども。CBT の方若干格ゲーっぽい待機なのかな。この着目点自体気のせいかもしれませんけど。ということで、綾香の CBT との変更点、4個でした。最後のがあれだとしても、綾香の下着がパントからドロワへと変更されたので、それ入れればどっちみち4個ですね。ということで終わり、ご視聴ありがとうございました。さようなら。